さて、ハッピーライフ後半は、放っておくと危険、口内炎と題しまして、京都府歯科医師会の道藤亮介先生にお話を伺ってまいります。道藤先生、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。口内炎は痛くて、ご飯を食べる時とか辛いんですよね。私も良くなります。はい、この口内炎の症状というのは、やはり触ると痛いっていうのがやはり特徴的ですよね。はい、この口内炎は、唇や舌、歯肉などお口の中の、全ての部位で発生します。はい、その形や大きさによってさまざまな病態がありますので、今日は、それぞれについて詳しく解説していきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、まずこの、口腔粘膜という言葉ですけれども、はい、写真はですね、正常なお口の中を示しています。お口の中はすべて粘膜で覆われています。うん、そしてその口腔粘膜にできる病気には、単純な口内炎などすぐに治るものから、放置しておくとどんどん悪化してしまう怖い病気まで、さまざまな病態があります。では先生、うん、その口内炎というのは具体的にどんなものがあるのか教えてください。はい、それではまずですね、一般的な口内炎の写真から、見てみましょう。はい、これはもう痛い口内炎ですよね。そうですね。食べ物などが口内炎に触れるとすごく痛いんですよね。はい、写真に示していますのは、アフタ性口内炎と言いまして、はい、口腔粘膜のすべての部位にできてきます。うん、はい、唇や、ほっぺた、歯茎や舌、上顎の粘膜、いろいろな場所にできてしまいますね。うん、特徴としましては、はい、正常な粘膜との境界線が、比較的はっきりとした比較的小さなものですね。うん、表面が白っぽい膜で覆われて、その周りが赤くなった状態になっていることが多いです。はい、やはり触ると痛みがあって、食べ物などが、染みてきます。通常はですね、だいたい、1、2週間程度で自然に治ってくるものではありますね。はい、この口内炎というのはそもそもどうしてできるんですか？はい、さまざまな原因は考えられますけれども、例えば、免疫力の低下や、ストレス、歯ぎしりなどが挙げられます。はい、また、女性の場合では、ホルモンバランスが、乱れる生理期や、妊娠期などもできやすくなります。うん、さらにですね、お口の中が不潔ですと、細菌などが感染することで口内炎が治りにくくなったりもします。なるほど。では実際に口内炎ができてしまったらどうすればいいんでしょうか？はい、まずはしっかりと体を休めて、十分に栄養をとって体力の回復を図ることが重要です。はい、また意識して口内炎ができたところを触らないようにすることと、口腔内を清潔に保つことが重要ですね。なるほど。では次のお話伺ってまいります。はい、今度はですね、よく聞かれる、言葉だと思うんですけども、はい、ヘルペス性口内炎というものを聞いたことありますか？あ、ヘルペスというのはよく聞きますが、そもそもヘルペスというのは何なんでしょうか？はい、このヘルペスというのはですね、ウイルスの名前なんですね。うん、このウイルスが原因で口内炎ができる病気を単純疱疹と言いまして、はい、お口の中や唇に水泡を形成して口内炎ができます。はい、ちょっと、ヘルペス性口内炎の写真を見てみましょう。はい、はいはい、こんな感じですが、どうでしょう？こう唇がポツポツと荒れていますよね。はい、こちらも痛そうですね。そうですね、唇やそのお口の中の粘膜、また舌に口内炎とほぼ同じような症状が見られてきます。先ほどのアフタ性口内炎との違いは何なんでしょうか？はい、ヘルペス性口内炎の場合は、最初の自覚症状としましては、主にですけれども、お口や、唇に何か違和感を感じて、だいたい 2、3日すると顎の下の、リンパ節を押すとちょっと痛くなってきます。はい、場合によっては少し、熱も出てくることがあると思います。それから、唇などに、小さい水泡が現れてきます。はい、さらにその小水泡が破れて、だいたい10日前後で症状が消えていきますね。なるほど。さて今度はそのまま放置するといけないような口内炎にはどのようなものがあるんでしょうか？教えてください。はい、まずは、写真から見ていきましょう。はい、これほっぺたが傷
結構こう赤くなっているように見えるんですけれども、なんかただれているようにも見えますね。そうですね、はい、この病気はですね、口腔扁平体腺と言います。はい、はい、この疾患の特徴は両側両方ですね、うん、の、ほっぺたに症状が現れます。はい、見た目には粘膜の表面が白くなっていたり、糜爛や潰瘍などの症状が見られることが多い粘膜の疾患ですね。うん、両方のほっぺたに症状が出てくるという特徴的ですよね。先生、この症状の治療法にはどのようなものがあるんでしょうか。はい、治療法としましては、やはり、うがい薬やステロイド軟膏の塗布によって症状を和らげたりするんですけども、はい、非常に治りにくい病気ではあります。うん、さて、お口の中の病気で患者さんが、やはり一番心配になっている、気になっているということは、この口内炎ががんなどの怖い病気ではないかということだと思います。そうですね、そういったやはり心配をされてですね、来院をされる方が多いんですね。やはりがんって聞くとちょっと怖いイメージもありますので、心配される方多いでしょうね。そうですね、ちょっとこのお口の中の写真を見てみましょう。はい、はい、この、ね、図に示しているのは、白板症という疾患です。はい、ほっぺたの一部分とベロの部分ですか、こう側面がこう白くなってますよね。はい、そうですね、見た目にはただの口内炎のようにも見えるんですが、うん、これは放置しておくとがんに移行するかもしれない状態ということですか。そうなんですよ、この白板症というのはおおよそ 10% ほどの確率で将来がんに移行するという報告があります。はい、発症原因というのはですね、いつも、歯や入れ歯などで粘膜が擦れて口内炎を繰り返しているところや、喫煙者または金属アレルギーなどの患者さんに多く見られます。はい、まあ、治療法としましては、そのまま放置しても治りませんので、うん、白くなった部分を、切り取ってしまう手術が必要になってきます。やはりお口の中のどの部分にもできてしまうんでしょうか。また病気のその特徴というのは何かありますか。はい、この白板症というのはお口の中のどの部分にも、できてきます。はい、はい、痛みや出血などの自覚症状は全くないことが多いですので、例えば鏡でですね、お口の中を見て粘膜が白くなっていたり、はい、その粘膜の白くなったところをですね、ガーゼで拭ってもその粘膜白い部分が取れないっていうような場合は、一度かかりつけの歯科医院で見てもらった方が安心かと思いますね。かかりつけの歯科医院ではその歯のケアだけではなくって、定期的にお口の中すべてをチェックしてもらうことが本当に重要ですよね。そうですね、はい、それではですね、最後にですね、実際にがんになってしまった場合というのはどういう状態なのかを見ていきたいと思いますね。はい、はい、まずは、写真を見てください。はい、これはですね、はい、舌にできたがんですね。はい、はい、また、もう一つはこちらはですね、歯茎にできたがんです。わー、はい、先ほどの口内炎とは全く別物です。そうですね、はい、いわゆる、まあ、出来物、はい、腫瘍と呼ばれるものですね。こう何か見た目にはゴツゴツしたようなボコボコした感じに見えますね。うんうん、はい、そうですね、粘膜の表面が、ザラザラでただれています。はい、特徴はですね、触っただけで、歯ブラシとかですね、少しだけでも擦っただけで出血してきます。わー、これもかなり痛そうなんですが、自分でも区別がつくのか、特徴的な違いというのはあるんですか。はい、がん細胞に侵された粘膜というのは自然に小さくなったり消えたりすることはありません。はい、徐々にでも、ただれている部分は拡大の一途をたどって大きくなってきます。がんというのは小さくなることはないんですね。そうなんです、基本的には自然に治癒することはありません。症状が進行しますと、喋りづらくなったり、ご飯が食べにくくなったりします。はい、またそれほど痛みを感じない場合が多いために、それをそのうちですね、治るだろうと放置される場合も少なくないんですね。そうですね、はい、単なる口内炎と思っていたらいつの間にかがんになってしまうというのはすごく怖いですし心配ですもんね。はい、何もなければそれが一番ですので、安心をもらうためにも早めに歯科医院に行った方が良さそうですね。はい、
先生、このような病気を防ぐためにも何か日頃から注意することはあるのでしょうか。合わせてまとめをお願いします。はい、お口の中の病気は単なる口内炎からがんに至るまでさまざまな病態があります。日頃からお口の中に関心を持って、できるだけストレスをためず、疲れたら十分な休息をとって、バランスの取れた食生活をするなどの環境も重要ではないかと思います。またお口の中を健康に保っていくために、定期的にかかりつけの歯科医院で診察してもらうことが大切です。はい、道東先生どうもありがとうございました。ありがとうございました。番組では皆さんからのご意見ご質問をお待ちしています。メールまたはおはがきでご覧のところまでお送りください。ご意見をお寄せいただいた方の中からお二人にご覧の記念品をお送りします。さて、次回のハッピーライフは10月10日日曜日の放送です。知覚過敏って何ですかと、入れ歯ってどうやって作るのについてご紹介します。こちらもどうぞお楽しみに。次は今月の歯磨きイッツのコーナーです。元気な子どもたちの歯磨き動画をご覧いただきましょう。上手に歯磨きできるかな。歯磨きイッツ番組では子どもたちの歯磨き動画を募集しています。頑張って歯磨きしている1分程度の動画をご覧のところまでお送りください。テレビの画面に合わせてスマートフォンを横向きにして撮影してくださいね。動画をお送りいただいた方の中から抽選で株式会社ショーフー提供のオリジナルセンスをプレゼントいたします。皆さんからのご応募お待ちしています。続いてはインフォメーションです。第17回健康川柳コンテストのお知らせです。京都府歯科医師会では今年も歯やお口などを題材とした川柳コンテストを開催しています。応募方法は京都府歯科医師会ホームページ内の川柳コンテストの応募フォームからとなっています。締め切りは8月31日まで。詳しくは京都府歯科医師会のホームページをご覧ください。京都府歯科医師会からのお知らせでした。代わって京都歯科医療技術専門学校からのお知らせです。京都歯科医療技術専門学校は京都府歯科医師会が設立母体となる歯科衛生士・歯科技講師を育成する学校です。充実した設備を駆使し、心の教育を中心とした社会福祉に貢献する歯科医療のスペシャリストを育成します。オープンキャンパスは9月4日土曜日です。時間は午後2時から4時までです。お問い合わせは京都歯科医療技術専門学校、電話 075-812-8494 075-812-8494。 場所は JR 地下鉄二条駅前です。京都歯科医療技術専門学校からのお知らせでした。